皆さんこんにちは。シェア畑菜園アドバイザーの西川です。今日はどうしてダメだったんだろう、秋冬野菜の土作りの失敗で栽培がうまくいかなかった失敗談をもとにどうしてダメだったんだろうかということを振り返りながら、次の土作りの参考になるお話をさせていただきたいと思います。皆さん畑を耕しておられて、土の構造がどういう風になっているかということに興味をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。こちらが代表的な土の構造について簡単に書いたものです。通常、鋼板層と呼ばれる最も硬い層が地中にあります。その上に支持層と呼ばれるところで、ある程度耕したりいろんなことをしたので植物が根を張る部分、さらにその上に耕して野菜が栄養を吸収しながら育っていく作物が育つ作土層と呼ばれるものがあります。通常何も土作りをしていない状態では、鋼板層は当然硬いです。支持層もそろそろ硬くなってきています。作土層についても、もしかしたら団粒構造が崩れて硬くなり始めているかもしれません。土作りはどのようにするのでしょうか。まずはこちらです。できれば鋼板層にはスコップなどで少し穴を開けられるようにしていただきたいと思います。次に支持層。支持層についてはそれほどこだわる必要はないのですが、やはり少しスコップで穴を開けて水分が流れたり根がそこを通って張っていけるようにしていきたいと思います。作土層なんですが、これは土を細かく砕いて団粒構造ができるように堆肥などを入れたりして土作りを進めるということです。これが土作りの基本になります。それでは実際の畑で土の状態を説明していきましょう。こちらは夏野菜も栽培されずに、置いておかれた畑です。スコップをまず入れてみます。このようにだいたい5センチぐらいの深さまでスコップはまず入ります。土もこのようにある程度サラサラしています。先ほどの説明のように作土層の厚さは5センチぐらいは確保できているということになります。その下、支持層については硬いのでスコップを入れて穴を開けていきます。この時土を完全に柔らかくする必要はありません。支持層に穴さえあれば植物の根は十分に根を張ってしっかりと育っていくことができます。土作りで一番重要なのは作土層になります。支持層、できれば鋼板層まで穴を開けておく、これが重要なことになります。秋冬野菜の栽培がうまくいかずに、なぜ今年はうまくいかないんだろうな、どうしてダメだったんだろうかというふうに悩んでおられる方も多いかと思います。秋冬野菜については成長も遅く、それなりに栄養の与え方が重要になってきます。そのキーポイントとなるのはやはり土作りです。今ご説明したように支持層も少し穴を開けて根がしっかりと張れるようにしたいということが重要になります。ここを振り返っていただきたいと思います。次に作土層の作り方についてご説明したいと思います。作土層を使う時の道具はクワです。クワで作土層の土を柔らかくしていきます。根菜以外についてはそんなに深く耕す必要はありません。作土層の厚さは15センチから深くても25センチで十分です。野菜の根はだいたいその深さで十分栄養の吸収できる根が張ってくることになります。大根やごぼう、そういう根菜類については深くまで根が伸びていきますので、これは別の耕し方があります。今日は特に葉野菜やキャベツ、茎ブロッコリー、そのような野菜類についてポットを当てて土作りをご説明したいと思います。それでは作土層の耕し方です。実際にやってみましょう。このようにクワで15センチから25センチぐらいの土を柔らかくしていきます。この時重要なのはクワを入れて土を引っ張るのではなく、クワを入れてその場でクワを持ち上げます。そうすることによって作土層に十分空気が含まれることになります。土を柔らかくしながら同時に土に空気を入れて微生物がよく働けるような環境づくりをしていきます。このように作土層を作っていくことで野菜の根がしっかりと張れることになります。土がしっかりと耕せたら、その次は牛糞などの堆肥を入れて土が軟粒化するように促していきたいと思います。まず堆肥を入れて、先ほど耕した作土層にできるだけ深く堆肥が入るようにしていきます。堆肥を突っ込み終わりました。できればこの状態で1週間ほど置いていただくのがいいんですが、時間のない方はこの後すぐに肥料の突っ込みに進んでいただいていいかと思います。肥料のすき込み方ですが、葉野菜などであってもこのように鶏糞と油かす、油かすは窒素を供給します。鶏糞はリン酸やカリなどを供給します。これを作土層に均一にすき込んでいきます。この時注意が必要なのは、野菜の根は15センチぐらいで十分栄養吸収のできる部分にありますから、特に秋冬野菜についてはあまり肥料分を深くすき込まない方がいい結果を生むことになります。根が深く張らないということは、根の張る位置に肥料があればいいということになります。すき込みは完了しました。肥料のすき込みも終わって、いよいよ次の段階は畝作りです。畝作りで、皆さんも聞かれたかと思いますが、高畝にした方がいい、いや平畝がいいというような議論があります。ここで平畝、低くて幅の広い畝と、あまり広くないけれども背の高い畝、高畝方式についてその差を説明させていただきたいと思います。これが畝の作り方です。平畝というのは10センチ以下ぐらいで幅広く畝を作るということです。その分作土層の厚さは薄くなるということはご理解いただけるかと思います。次に畝の高さが15センチ以上あるような高畝です。畝の幅はそんなに大きくありません。それでも畝の高さは十分高い、作土層がたくさん厚くあって、そして野菜も根が張りやすいということになります。ここで一つだけ注意が必要です。皆さん平畝であっても高畝であっても肥料の与える量はほとんど変わらないと思います。だいたい施肥の指図が出ていますから、油かすを何 cc、 鶏糞を何 cc というような形で皆さん施肥をされると思います。広い畝に施肥をする場合、狭い畝に施肥をする場合、同じ量の肥料であればどちらの方が単位面積あたりは多いかということはすぐお分かりいただけると思います。広い畝になれば肥料の量はそれだけ薄くなってきます。高い畝であれば肥料は適正に入ります。これが肥料の大きさの差です。次に雨が降ってきます。特に野菜の成長に必要な窒素肥料というのは水に流れやすい肥料だと思っていただきたいと思います。油かすそのものは水には流れにくいわけですが、それが微生物の作用によって野菜が吸収できる形、硝酸体窒素という風な形になった場合、これは非常に雨に流れやすい肥料になります。この肥料が高畝であれば雨が降っても流れる量は少ないです。平畝の場合、広い面積に雨を受けますから、それだけ流れる量が増える。ということは、肥料がすぐに流れてしまう。肥料不足を起こす。肥料はそんなに流れない。肥料は十分に保たれる。これが平畝と高畝の差です。葉野菜を作るんで広い方がたくさん作れるじゃないかというふうに思われて平畝にしたいのが人情ですが、適正な高さの高畝にして一つの株から十分な収穫を得る方が、広い畝で小さな株から少しの収穫をするよりもたくさん結果的には取れるということになりますので、この点皆さんも高畝を心がけていただきたいと思います。ここで高畝の作り方について少し説明したいと思います。皆さん、高畝ってどうやって作るんだろう？土をどんどん積み上げるのかな？周りのところを掘ってというような方がいらっしゃいます。よく見かけるのは、畝周りを掘り下げて真ん中に積み上げる、お城を作るような形で高畝を作られる方がいらっしゃいます。ここで思い出していただきたいのは、先ほど耕す時にどういうふうにしたでしょう。空気をたくさん含ませましょうというふうに申し上げました。空気をたくさん含んだ土ですと、土の量が増えてきます。元の土に対して。このように周りの土を掘り下げなくても、空気をたくさん含んでふんわりとした土であれば高畝が簡単にできます。勘違いしてないでいただきたいのは、周りを掘り下げて積み上げるのではなく、空気をたっぷりと含ませた柔らかい土で高い畝を作るということが最大のポイントになります。このような高畝にしますと水はけはいいです。肥料の持ちもいいですし、根の張りもしっかりします。太い根はさらに下の支持層まで伸びて、野菜をしっかりと支持して風が吹いても倒れにくくなります。この点皆さんもよく注意をされて畝作りをやっていただきたいと思います。もう一度繰り返します。周りを掘って積み上げるのではなく、空気をたっぷりと含ませた土で高畝を作るというのが畝作りのポイントになります。土作りのポイントをもう一度おさらいしてみます。一つ目は、支持層にはある程度の隙間を与えるようにスコップで深く穴を開ける。表層から15センチあるいは25センチぐらいまでの土は作土層としてしっかりと耕し、空気をたっぷりと含ませる柔らかい土を作るということがポイントになります。3番目、畝は十分な高さを作る。高畝を作る場合は周りの土を集めるのではなく、柔らかくして空気をたっぷりと含ませた土で盛り上げるということです。この3つを守っていただければ土作りに失敗することはないと思います。今日は秋冬野菜の作柄があまり思わしくなくて、土作りに失敗したのかな、良くなかったのかな、何がいけなかったんだろうと思われる方のために、土作りの重要なポイントについて、おさらいしてみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。